ボンジョールのゆっくり霊夢だよ。ボナセイラゆっくりマリサだよ。ただいまの戦闘力は7654だよ。急に戦闘力いってどうしたのよ。今日はアクセの覚醒をすべてやろうと思ってね。全部あげたらどのくらい強くなるのか検証していきたいと思うよ。でも今ベルトは伝説使っているのよね。プラス6まで強化しているから神話より強いから使っているんだけど、これも覚醒させたら伝説より強くなるかなって予想しているよ。覚醒させるのにもシルバーがだいぶかかるね。今8億持っているとハイ H 回に5000万シルバーくらい使うとなると単純計算で2億5000万シルバーくらいかかりそうだね。だいたい30くらい上がったね。もうちょっと上がるかと思ったんだけど。そうだね。でも覚醒させて終わりじゃないんだよ。魔力刻印もあるからね。ベルトはリングに比べると少し伸び率が弱いわね。これって大体各アクセ平均すると25くらい戦闘力が上がるくらいだね。各アクセ覚醒させてだいたい100くらい戦闘力が上がったかな。さてここからは覚醒魔力刻印をやってさらに戦闘力を伸ばしていくよ。武器防具でもあったけどかなり産物使っていたよね。アクセの場合は1回に3000個使うよ。だから今回は高みを目指すのではなく全部につけるのを目的にしていくよ。美課金や無課金の人が聖魂をいっぱい集めるのは難しいからね。そうだよ。産物はまだ釈迦ガチャで集めやすいからいいんだけど、聖魂については現状集めるのが大変だからね。この日のためにコツコツ集めたよ。これで大体覚醒させて一つのアクセで戦闘力が50くらい上がってるね。全体で250くらい上がる計算かな。10とか寂しいけど聖魂には余裕がないからこれで仕方ないね。このベルトはサブがもともと使っていたものだから普通の魔力刻印もつけていなかったよ。1って、笑い。まあしょうがないよ。覚醒魔力刻印は10から31の間で刻印されるんだけどなかなかいい数字はつかないのよね。重課金者だと今パックが来ているからそれで何度もやり直せると思うんだけど、マリサみたいなのには何度もやるのはきついね。
さすがに普通の刻印が1のままだとやばいからもっと強くしていくよ。まあまあなのがついたわね。さすがに強化した伝説アクセより覚醒させた神話アクセの方が強くなったみたいだね。戦闘力は7654から7896になって250くらい上がったかな。でもシルバーもセイコンもいっぱい使ったからね、ちゃんと貯めといてよかったね。これからも新しいコンテンツのためにシルバーは絶対必要になるから貯めておいて損はないよ。っていつもあんたシルバーもお金もないけどな。それでは、そろそろ。アリーベデルチ。